600人もいんのかよ、俺。おかしいだろ、これ。病気だよ、お前。ちょっと待ってね。目が見えねえからよ。でも、ポヨで俺、登録してねえような気がするんだよな。うん。なんだよ、うるせえなのだとかよ、クソ野郎。アヒフヘホだから、ポーヨーコいるかな？いなかった。あ、いるかもしれない。あ、でもいねえな。残念。残念です。いませんでした。どうすかなんでした。いや、でもね、俺ね、LINE でね、トークはしてるから、どっかにはいるはずなんだ。ずーっとこうやってね、検索していくとね、どっかに出てくるんだよ。止まってね。いやー、いるはずなんだけどね。いないなぁ。うん。ダメか。前かかってきたんだけどな。まあいいや、めんどくせえや、もう。その日かかってくんだろ、なんか用事があるやな。ないからかかってこねえだけの話で。元気なんだったらそれでいいんだよ。うん。な。いやいや。うん、そうそう、リラジオなんだけど、うん。まあ、リナで元気してんだろ。ちょ、待って。あ、でもね、これで入るかもしんないな。リナジオの携帯。あ、入らねえ。リナ嬢の携帯。いや、登録は多分あると思うんだよ。リリリーで。リナ嬢の携帯にかけて。なんで切れるのこれ。これバカなんだな、これ。もうやめてよ、もう。ん？顔認証できなくなってんじゃん、これ。
どうしようなの。こっそやろうよ。これさ、どっちボタンで言うんだっけ？リナジョの携帯にかけて。リナジョの携帯にかけて。ダメだこれ。クソ野郎になってんじゃん。もうダメだよこれ、携帯が。もう携帯がパータローだよね、俺。変な時に、あや変なとこに電話勝手にかけやがってよ。なあ。ヘイシリー、リナ嬢の携帯にかけて。ダメじゃん。ダメじゃん。クソ野郎だよ。シリなんか仕方だよ、お前。もうほんとよ。ダメだよ、お前。あ、でもよ、リーで調べりゃ出てくるのか。俺が。なあ。ラリーまで行けばいいんだよ。うんなのよ、560円も飛ばすのもめんどくせえな。ラーまで来たろ。よし。痛いよ。ちょっと待って。俺、老眼鏡を、間違いないよ。いたよ。これ多分これそうだな。リーちゃんいたよ。ああ。これ間違いねえな。ちょっと待って。だからまたアマで戻ってんじゃねえかよ、バカ野郎、この野郎。さあ、なんじゃねえ。これどっちだろう。あ、こっちかな。あいつ3台ぐらい携帯持ってっからな。うん。はい。もしもし。もしもし。フェイじゃねえよ。誰？おじさんだよ。ああ、え？おじさん？大阪のおじさんですけど。え、大阪のおじさん？ごめん、わかんない。おじちゃんマンですけど。あ、ちゃんなんか。うん。どうしたの？暇だからかけたんだよ。酔っ払ってないよ。あ、そうなんだ。うん。なんか、うん。リナジョが元気ないよ、みんな、とか言って。嘘？え、今配信中？うん。だから、あんまり、あの、ディープな話はすんなよ。うん。いや、しないけど、なんか珍しいなと思って。じゃあ、だからみんなが心配してたから。え、でも私ね、あの、ファッチはしてないけど、おととい。そうそう、だから、この間、リナが、久しぶりに放送やってたぜって言うから。あ、そうそう、放送した。うん。けど、全然そんな、あれはないけど、元気だよ。あ、そう？あ、いいね、うん、羨ましいね。なんで？元気そうで。まあ、お前は、あの、元気がなくなることはないからな。
いや、男関係があっても、お前は男関係でガタガタなんないだろう。いや、私、減らってた時は基本あれだよ、男関係とかだよ。おそう。そうそう。で、男関係なかったら全然元気。やまないっていうか、まあ、銭はあるからな、お前はな。何があるって？銭。ああ、お金？うん。そうね、別にそれは困ってないね。うん。だから、それは俺はよく知ってんだけど、うんうん。まあ、俺もあんまり余計なこと言わないけど、うん。まあ、お金には困ってねえだろうけど。うん、困ってないから、ツイキャスのやつもお茶箱もつけてないし、うんうん、フワッチもしてない。フワッチは一回だけしたけど、うん。でもあれ、収益のやつは全部、投げちゃった。まあまあ、それは好きにすね、いいよ。うん。りなちゃんは、りなちゃんらしくね。うんうん。もう座ってるの、ひろっこ。まあでも元気良かったからいいよ。え、元気元気、普通に。うんだよ。俺の放送で、リナジョンがどうのこうのとか。誰が言ってんの、そんなの。だ、そんなの、俺の放送に来るやつはみんな、匿名みたいなもんだから。タヌキだっけ、なんだっけ、え、なんか、うん。だ、誰でもいいんだけど。だから、俺はリナとは別に、うんうん、喧嘩したこともねえし。そうね、もう10年以上ね。10年以上だからな。うん。うん、多分10年超えてると思うよ。13年ぐらいだよ。うん。ほら、シャンパイ屋のバカの頃からだから。あ、そうね。ってなると、13年は言ってんな。うん、多分それぐらいだと思う。でも配信してる、どうやっているのか、フワッチって。人気で見たらいいのか。フワッチじゃないよ、俺がやってるの。え、何やってるの？キャスってるよ。あ、キャスか。うん。面白いと。だから、俺を女子配信者で、うんっていうか、女子リスナーで、うん。一番長いのは、多分、うん、リナか、うん。あとは、あれだよ。練馬のババアぐらいだよ。ねきまさん？練馬。お、どういうことわかんない。漫画家だよ。あ、そうなん、ちょっとわからんかも。うん。あれ、ちゃんのさ、今さ、おすすめ規制かかってる？うん。規制はかかってるけど、500ぐらい来てるよ。ちょっと待ってね、ちゃんの前に出てこらんかも。いいよ、見なくてよ。もう、じきに携帯は切るんだから。え、なんか、どんな置かれてるのかなとか思って見たかっただけなんだ。俺の放送に来てるやつで、リナ嬢知ってるやつなんて相当ディープだね。でも、どうなんだろう。まあ、昔から知ってる人だったら、あれかもしれないけど。だから、参拝坊主が、いた頃な。うん、うち？うん、うちだな。うん。だ、スティッカマの頃はな。ツヤキャスなかったかな。スティッカマだよ、あの時は。スティッカマかな。うん。だって、うん、スティッカマで、あれだよ、畳のバカと、九州のバカと喧嘩してんだから。あ、そうだっけ。全然そこら辺も詳しくないか、あれだっけとか。でも、俺、スティッカムの頃はすごかったろ、うん、うん、すごかった。てかね、チャマが KP ってやり始めてさ、KP もなんかその殿堂入りしたんでしょ、若者の、みたいなんで。
知らねえよ。だからみんなよ、俺がよ、うん、おめえは、おめえが作ったわけじゃねえよとかみんな言うけど、まあ勝手にすればいいよ。そうなの、それは、なんかね、ちゃんまが元は、あれじゃないの。うん、だからそういうのはもう、みんな認めたくないわけよ、アンチは。だったらそれでもいいよって。うん。そうなの。うん。全然出てこない。まあ、リラなんかはほら、あの、なんだろうな、そういうのはさ、また、なんかまたうなちゃんいじめられてんだね、みたいなぐらいで笑ってるぐらいだから。言ってない、言ってない。あの、私はちゃんまをいじめるけども、あの、敵だと。お前は俺をいじめるな、やめれ。もう、それは、もう、ほんと勘弁してくれよ、俺を。あんだけやばかったもんね、ちょっと。あのね、リナはね、いつも俺をね、ベロンベロンにさせようとすんの。飲むと。いや、だって、ベロンベロンの方が楽しいから。だから、うるせえよ、ほんと。俺はもうね、さっさと家に帰りたいの、もう。え、ところがあり、え？違う違う。俺は、だから、飲んでも、あの、さっさと、ある程度酔っ払ったら帰りたくなるわけ。うん、うん、わかる、わかる、わかる。基本だから、飲み会とか行っても2時間行かんもんね。俺2時間行かねえから。ね。うん。もう俺帰るわ、つって。うん、うん。知ってるよ。うん。それを。おうよ。それをよ、おめえはいつも引っ張ってこうとしやがってよ。やめれや、もう。でも最近は全然そのコロナとかいろいろあったから全然会ってない。ああ、それはな。だけど前はそういうのがなかった時は、なんか、うん、なんかじじいビビってんのかよとかさ、すぐいじめんじゃねえかよ、お前。いや、だって他、なんかね、あの、やっぱチャンマンのリスナーって結構男の人多いじゃんか。いや、9割男だよ、俺のリスナーは。うん、お店やってる時もさ、お客さん来ててさ、年上のさ、まあまあそうだけど、ちゃんまのこと、みんなって僕も配信してますみたいな方多かったし、うん、せいぜい俺が口説いてたのはリナ嬢ぐらいだよ。いや、なんか面白い女の子口説いてた気するけどね。いや、もうそれやめよう。一番端っこに座ってた、あの通り横に座ってる女の子可愛くねって言われた記憶はあるけど。だからお前が一番可愛かったろうがよ。そうかな。だって俺、リナ嬢ブスって言ったこと一度もねえだろ。うん、それを言ったこともない。お前はいつもかっこいいなって俺言ってたじゃんかよ。かっこいいってか、まあでもちゃんまには可愛がってもらってるとは思ってるよ。うん。かっこいいね、この女。あの、なんて言ったやろ、別にちゃんまんが私の悪口を言ってるのは聞いたことない。なんかいつも褒め、あ、一応褒めてくれてる。だって、うん、ああ、こいつはかっこいいなって思ってたから。あ、本当にありがとう、そうやって思ってる、うん、嬉しいよ。うん、え、どうやって、名前何でやってる今。名前なんだっけ、俺の配信サノチャンマン。うん。え、サノって漢字？サノが漢字で、チャンマンはひらがな。え、今そのおすすめ記事でもそんなに来てるんだね、500人って。今何人来てんだろうな、俺。うん。ごめん、出てこんわ。あ、これか。え、待って、めっちゃアカウントある。まあ、みんな俺の真似してるのは、今460人ぐらい。そう言ってた。私も全然ツイキャスの方がわからんからさ。うん。まあいいや。全然元気よ、でも。っていうかさ。うん。リナコ、お前ビデオツアーちょっとお前顔見せろよ。今？うん。どうやってビデオかやるの？うん、こうやってやれよ。ねえねえねえ、ちょっと待って、ちょっ
何ビビってんのお前。今映ったの？俺は映ってるけど、お前が映ってないんだけど。私ね、今ね、ちょっと、実は今まだ仕事でパソコンいじってる途中なのね。じゃあ、分かって、やめとくよ。うん。どうやって撮るんだろう。だって、あれは、ツイッターはなくなったんでしょ？あるの？また。ツイッターじゃねえよ、だから。違う、チャンマンのやつ。ツイッターは俺は、あれだよ、凍結だからもうないよ。あれでさ、インスタやってるでしょ、でも。してないか。インスタグラムはやってるけど。やってるんだ。うん。なんかね、サムチャンマンって調べたら、なんかね、新やつとかの録画出てくる。まあいいや、どうでも。うん、うちもどうでもいい、これに関しては。うん。なんだよ、リナジオたまには顔見たかったのにな。え、昨日、してたよ。違うよ、それ見てねえから、俺は。あとでだったら全然カメラつけれるけど。あ、放送会でってこと？別にどっちでもいいよ。後でがいつ？そういうことをさ、言うからさ、なんか、ちゃんまと、リナジオがなんかそう、何、パコったみたいなのになるんでしょ。だって、俺は言わないだろ。なあ。あと、何を？そんなのさ、うんうん、してないことはしてないって言うじゃん。そうね。連れ込んでってもちゃんと連れ込んでるみたいなことを言ってたしね、前。うん。うん、そうね。俺だって別にリナジョは口説いたことあるけど、うん、なんて口説いたことあるけど、ないいや、ちょこっと口説いたことは俺があるだろっつーの。え、ないって。それに私多分気づいてないってこと？うん。だ、バカだから、口説いてないんだよ。ああ、そうなのかな。どう、お前のことが好みのタイプだよ、とは言ってんじゃんかよ。初めて言われたんだけど。お前舐めてんの？ほんと、もう。ぶん殴んだ、ほんと。違う、あれ、だって、あれさ、まあ、ね、手間の元カノとか言うんじゃねえよ。誰だよ、お前、ほんとよ。え、名前言ったら。やめろよ、名前は言うなよ。うん、一応さ、仲いいからさ。うん。まあ、最近は会ってないけど。うん。向こうもなんかいろいろやってるみたいで。いろいろはやってないよ、もう最近は。あ、違う、仕事ね。ああ。あ、そう、配信とかではなくて、向こうも仕事をやってるから。うん。もうやめよう、もうそういうのは。俺もなんか、もう息苦しくなってきたわ。うん、ああ。でも、いい女だったのにもったいないなと思っちゃもう。はあ？いいから余計なことおめえ、やめれや、もう。あのね、放送上ではみんな、あんまり言ってねえ話をこっから、なんか流すのやめて。あ、ほんと、うん。気をつけます。うん。頼むよ、ほんとよ。あ、いいよ。ごめん。そう、悪気があったわけじゃないよ。いいよ。だって、まあ、何言ったっていいんだけど、リナはな。昔から、ね、好きなこと言ったってでいいんだよって、俺いつも言ってんじゃん。そうね。この間、いつだっけ、もう、一昨年か、まあ、去年になるかな、コロナの前にね、お店行った時も、好きなだけお酒飲んでいいよみたいな感じで言ってくれたもんね。うん、勝手にやれよ、つって。もうめんどくせえから。うん。うん、だって、おめえにさ、だってルールはないんだから、うん、もうおめえにがああしろこうしろ言ったってしょうがねえだろ。そうなのかな。だっていつも自分の自由にやってんじゃねえかよ。そうね、自由に生きてるよ。まあ、よその店は知らないけど、特に俺の店に来たら、他の店行ってないもん。
だから俺の店来たら自由にやってんだから、もういいよって、もう理由ないからしょうがねえなって思うんだから。そうね。うん。まあ、なんかね、言ってくれるね、それは。好きなだけおでん取っていいよとか。まあまあ、それはな。うん、であと、うん、ドリンクもビール入れたかったら自分で入れて。もう勝手に自分で入れろよってなるじゃんかよ。そうそう、それは言われてたね。めんどくさいな。何がめんどくさいの？違うよ。だから、入れたきゃ自分で入れろよっていう話だ。知ってるよ。うん。なんか、コメント見れてないからさ、みんなどういうコメントしてるか分からんけど。どういうコメントもしてないよ。大丈夫だよ。これスピーカー今。リナ嬢は、うん。俺の放送ではこの女は誰だってなってるぐらいのレベル。ああ。だってそれは私ずっと配信してなかったらそうなるでしょ。うん。めっちゃお前可愛いんだぜ、お前リナはよ。ありがとう。うん。いや、俺は可愛いと思ってるよ。あれは、ね、ちゃんもいつもなんか褒めてくれるね。だって俺がお前のことディスったことなんかいつもねえって言ってんだから。うん、ない。うん。うん、ないから、ね、もう10年以上あれだけど、もう。だって俺、だってリナが俺と知り合ったのって、お前が16、7ぐらいの時からだよな。多分2011年とかそれぐらいじゃないかな。ああ。多分だけどそれぐらいだったと思う。お前まだだって10代だもん。そうね、10代の時だね。うん。それでなんかお酒飲んでバンされたけど。うんうん。それはあるかも。マジで。だから、もう、だいぶ長いぜ。うん、長い長い。うん。知ってる人はもう分かってるんじゃない？それは。分かってる人は分かってるけど、あんまり。うん。ごめん、ちょっとハウタごめんね。今、開いた。そうそう。OK。めっちゃ横になっとるやん。まさかのモテ自慢してるの？いや、全然俺モテ自慢はしてないよ。ということ、サンマがモテるって話？いや、どうかな、なんか、リスナーがそんなこと言ってるから。うん。まあ、リナ的に俺が、うん、モテてたかどうかは、リナ的にはどうなのかっていう話を見てて。見てて、モテる、話面白いし、なんか優しいからモテることはモテるんじゃないかなと思うよ。うん。まあ大体何かしら女くっついてたよな。あ、うん、そうね。それはあるかも。ああ。最近でもそういうことないんでしょ？そう。最近よ、女がくっつかなくてよ。うん。まあでもよ、一人でよ、なんだかんだやってりゃいいんだよ。うんてかね、めっちゃ気になったの、なんで金髪に染めたの？いや、なんかね、あの、ロックンローラーになろうかなと思って。あー、トランペットなくなった？トランペットっていうか、トランペットはサックスだろ。あ、そうそうそう、サックス、サックス。なんでトランペットなんだよ。ごめん、間違えたわ。なあ、もういいよ、どっちもねえんだけど、なんかね、なんだ、ロックしようかな、みたいな。人生をな。あ、おじさんで、やってこうかな、みたいな。ふざけたおじさん無理でしょ。だからそれを、リナ、お前は俺の本音を知ってるから、そういうこと言うけど、いや、真面目なおじさんなのを暴露するのはやめてくれよ。ごめん。ね。気をつけるわ。
ちゃんまがどんな配信最近してるか全然知らんからさ。まあいいよ、もうふざけたおじさんで生きていこうかな。知らないよそんなの。俺だって見たことねえもん。うわん。いや、いつも今さ、ツイキャスでちゃんも見つけたけどさ、うん、カチクラ見たもん。で、ドブズさんか誰かが見出してるかなと思ったけど、誰もしなかったからさ。あー。そのちゃん、ツイキャスのランキングで見たら、ちゃんもいたから飛べた。あ、そっか。そうなんか、リナ嬢優しいなとか書いてるやつもいるけどな、俺のコメントで。銀次さんって人かな。ああ。優しくないよね。優しくねえんだよ、この女。結構俺にはね、怒るの。いつも。いや、怒ってないよ、全く。怒ってないよ。でも、とりあえず、お酒を飲ませるっていう。そのくせ、セックスさせてくんねえしな。あれそう、立たないでしょ。うるせえから、お前。ぶっ飛ばすからな、ほんとよ。じゃあ、立ったら OK なのかよ、この野郎。え？立ったら OK なのかよ。わかんない。私ももう、かれこれ、4、5年彼氏ないし。いや、そういうこと言うと、また俺がムラムラするからやめて。俺、結構お前は、好きなんだから。あ、ほんと？ありがとう。ありがとうじゃねえから。いやだって嬉しいもん、そうやって言ってくれるの。でそうやって言ってくれるのも嬉しいし。あのね、俺ね、磨いて綺麗になるかならないかっていうのは見てわかんないよ。ああ、言った宝石ね。あんた磨いたらもっともっと綺麗になるの。そうなのかな。うん、俺はそう思ってるよ。こんなか、ブサイク一人もいねえだろうがよ。そう、私でも二人しか知らん。だからその二人は俺が磨いたんだよ。そうね、うん。綺麗な、てかお姉さんっていう感じの人が多いかも気がする。かっこいいだろう。うんうんうん。だから女はやっぱり最後はかっこよくなんねえと、30代は。私も30代行ってないからあれだけど、うん、お前まだ若いけどこれからだよ、先だよ、うん、すごいね。なんかなんでちゃんまんとこってなんかこう荒れてるの。知らねえ。なんか佐野が、のうのうと生きてんのが許せないんじゃないの、みんな。なんで？知らねえよ。だってこいつはどうせクソニートばっかりなんだから。いや、そのクソニートかどうかわかんないけどさ、なんでこんなちゃんまんが叩かれてるか、私はわからんわ。別に、だってちゃんまん悪いことなんもしてないでしょ？まあ、普通に放送やってるだけなんだけどな。まあ。ねえ、それは知ってる。ビール飲みながらの放送でしょ？でも、感じが悪いんだろ。やっぱあれなんか、配信で稼いでるからっていうので、妬んでる人がいるのかな。さあ、わかんねえ。俺はそんな配信では稼いでないよ。かっこいいから金を巻き上げたからだ。あ、そうなんだ。でもさ、金を巻き上げるとか言ってるけどさ、それじゃあそれだったらその巻き上げた人がさ、悪くない？いや、だから巻き上げられた人が文句言ってんだったらいいけど、関係ねえやつがガラガラ言ってくから、お前関係ねえだろっていう話になるわけ。ゲルゲちゃんもね、私ゲルゲちゃんと仲いいのも。まあ今のゲルゲはどうなってるか俺は連絡つかないからわかんないしな。私も知らないよ。
そう、ね、うん、そうね、会ってないね。お前連絡してみよう。俺は連絡つかねえけど。あの、一回 LINE 送った、元気いいって、うん、なんか、うん、でも返事まだ来てない。自殺未遂かなんか2回ぐらい去年やってるから。あ、そうなの。それは知らないけど、うん、あれ、なんかよくわかんないけど、ドラクエみたいなのにハマってるんじゃないかな。いや、ゲームじゃねえな、もう心だろうな。あ、そうなのかな。うん、2回やらかしてるらしいから。あ、そうなの。首つって、ね、配信で、うん、いや、配信じゃない。首つって、パパが。本当に？うん。だって、箕面警察が俺に教えてくれたもん。あ、そうなの。え、なに？おちゃんまんが、そうなってる時に教えてくれたってこと？うん。あ、そうなんだ。それを知らなかったな。首つってる紐を、親父が切って、助かったっていう。うん、そうなんだ。それは全然知らなかった。だからそういうのってあんま聞かない方がいいかなと思って。まあ。だからもう、同じようなことやるなよって思ってるだけ、俺は。ああ、うん。どうなんだろう。まあでも元気にしてることはしてると思うよ。うん、まあいいよ。元気にしていい。なんか、まあ、あいつはほら、見てくれは綺麗だからさ。うん、綺麗だね。またでもちょっと痩せたけどね。あ、ガリガリまではいってないけど。うんうん。48とか9ぐらいでいいんだよ、あいつは。いや、その体重まではわかんないけど、なんか、喘息かなんか出たみたいで、ご飯があんま食べれてないっていう話もしてた。まあ、そう。この女何も知んねえくせにって喋りすぎ。ごめん、何も知らない。だって急に電話かかってきて、逆に知ってる方がおかしくない？あ、この防火扉っていうのは何にも逆に知らないやつだから、アンチ、ただのアンチ。新人さんだから。あ、そうなんだ。うん。あの、タヌキ民だから。あ、タヌキはね、見ないかわかんないんだよね。うん。うん。だから頑張ってるみたいだけど、うん。うん。ほっときゃいいから、うん。だって十何年も前から俺と、知ってる、うん。ぽよの、この子愛ちゃん、愛ですじゃん。うん？愛ちゃん？愛ちゃん最近よくいつも来てくれるよ。しかも星2だし、かわいいよ。うん、いつも来てくれてる。うん。でもまあ、だいたい俺の放送は9割男だから。そうだね、それは、うん、よくわかんないけども。もうさ、聞いてんのかよ、ハゲ、タヌキってなんだよ、刑事側でしょ？でもその形状は見たところでさ、嘘ばっかり書いてるのにさ、それを信じる方がバカだと思うけど、私的には。いや、バカではないけど、遊んでりゃいいとこじゃん。だって、あれってあれでしょ、匿名で書いてさ、なんか、何？悪口書いて、火のないとこに煙が立たないって言うけども、なんかその。ほっとりゃいいんだよ、あんなのよ。まあね。まあ俺は読まないから。なんて彼女できないか教えてあげて、理想が高いからじゃない。誰がよ。三万自体は。あ、俺はだってぽよ子みたいないい女が彼女になってくれたらいいなと思ってるから、なかなか彼女ができねえだけよ。え、でも正直一人の方が楽じゃない？え？一人の方が楽じゃない？いや。リナみたいなのが、いたら、俺多分毎日怒られてるよ。絶対毎日怒られてる。あんた何やってんの？いや、私あんま怒んないけどね。おい、
じじいとか言う、なんか言われてそうだよ。私、じじいとも呼んだことないんだけど。うん。誰と勘違い？いや、違うよ。多分、そんな感じで呼びそうだから。おっちゃん、おい、おっさんとか。おっさんも言ったことないよ。じゃあお前、俺がよ、もしよ、寝腐ってて、付き合っててな。うん。こんなじじムカつくなと思ったら、なんて言うの？何も、別に私、サムエムがついたことないもん。もうさ、そういうやめようよ。優しみはいらないから。もうやめて、もう。ちょっとどこ触ってるのかわからんけどさ。いや、もう。もう優しみはやめて。私、名古屋じゃないよ。しかも、キャバクラでもないし。だけど、普通はさ、なんか言うじゃんかよ。私何も言わないよ、とか言われたら。え、だって私、本当にサンマに怒ることなんもなくない？まあ、おめえは俺に、何も言ったことはねえけど。うん。で、個人的に、うん。関わることになったら、ムカつくことはあるかもしんねえじゃんかよ。え、でも、お店も行っとったけど、それも全然喧嘩とかもなかったし。いや、店にはお客さんで来てるから、俺も、ああ、いつもありがとうな、とか言って言うだけじゃん。大人数でさ、うん、まあまあそうだけど、けど別にそれでムカついたとかはないけど、まあ俺大体先に帰っちゃうからな。まあそれはね、12時前には帰るね、基本は。うん、俺先帰るわって、みんなありがとうねみたいな。うん、そうだね、1次会で基本帰るからね。2次会行かねえもん。うん、それは知ってる。でもちょっと今ね、画面見て安心したんが、うん、ちょっと太ったよね。いや、でも今62キロぐらいだよ。なんか昔さ、ビールばっかり、ビールってか発泡しかわかんないけどさ、お酒ばっかり飲んでてめっちゃ痩せとった時あったじゃん。うん。でも今なんか足とか結構太くなってきてるからさ。そうでもないよ、ほら。細いんだよ、ほら。足。足じゃないね、全然。で、昔に比べたらってことね。ああ、昔は俺だって、鍛えてたから、ガンガン。ああ、まあまあ、でもめっちゃ細かったしね。うん、まあまあ。じゃあ今度、リナ嬢、うなちゃんマン、いい年越えたおじいさんだけど。そう、だからおじいさんと思ってないって感じで。うん、じゃあ、付き合ってくださいよ。いや、それは、優しく付き合ってくださいよ。え、何、ご飯とかってこと？うん。今ね、やっぱコロナだから、ご飯行きたいけど、ねえ、みなみ自体も全然行ってないからさ。うん、そうだな、お前のはな。うん。てか私自体がさ、今もしコロナになったらさ、私今そういう、いろんな仕事とか、してるから、あと動物とかも飼ってるからさ。おめえは動物飼いすぎなんだよ。そうね、飼いすぎ。でも、死、うん、でも守られてる分しかは飼ってないよ。うん。まあいいや。声だけ聞けりゃいいよ。元気してんだなぁと思って。私はみんなに会いたいけどね、また。まあまあ、そのうちだ。まあね、メインの人がコロナ怖いからっていうのもあるかもしれないけど。うん。ずっとすぎる、ごめんなさい。まあまあ、いいよ。まあでも今日は。待って、この女頭おかしくならないの？なんで？ぼっとけよ、女の。え、違う。私さ、おととい、キャッシュやった時にさ、ニコ生のあれが残ってるからさ、なんかこう、叩かれるのかなとか思って配信したけど、全然叩かれなくて。うんうん。で、なんか、
アンケート、まあ、言った昔言ったアンケートは絶対みたいなのがあったから、あれはそれニコ生の時はアンケは絶対とか言ってたよな。そうそうそう、それでアンケして、うん、眉毛全剃りしますってやったのさ。でもなんか加工が結構みんないい絵にしちゃって、うん、それは私はハイになるまでずっとアンケートしてハイになって眉毛全剃りしたお前よ、はいはい、お前よ、後で美術な、うん、俺とな。あ、でもね、私アートメイクで彫ってるから眉毛あるんだよね、実は。お前よ、アートメイクとかやめろよ、もう入れ墨じゃねえかよ。え、入れ墨は、うん、まあまあそんなもんでね。まあ、お前はもうどう顔いじったってベースがもう出来上がってっからいいんだよ、もう綺麗なんだから。ありがとう。うん。タンマン眉毛描いてる、本当に描けるの？何？え、なんかごめん、海さんっていう方がね、おう、タンマンも眉毛描いてるよって。描いてるわけねえだろ、バカがよ。ふざけたこと言ってんじゃねえよ、お前。俺は、チンゲに2本白髪が生えてるのでがっかりしてるぐらいだから。あ、それで金髪にしたんだ。じゃあ、髪の毛の話だろ、それは。え、待って、ファンデーションしてたんしないでしょ。もうね、みんなね、適当なことばっか言うんだよ。何これ、私さ、今さ、放送見てるからコメント見てるからさ、こう洗脳されてるってこと？いやー、もうみんな遊んで打ってんだよ。みんな言ってるから、ファンデは持ってるとかさ、書いてるよ。下は履いてます。もうバカだろこいつら。もうもうみんなね、うん、だからリナが、うんうん、もうずーっと昔のおなちゃんも知ってるわけじゃん。12年前とか。言ったら、配信時のちゃんまんも知ってるし、配信外のちゃんまんも知ってるからさ。うんうん。それは分かってるよ。だけど、それを壊したいわけだから。うんうん、壊したい？そうじゃねえよって言うのをやりたいわけよ。配信で？違うよ。このリスナーたちは。ああ、そういうことね。うん。だから、お前騙されんなよ、みたいな。だって俺がリナちゃんを騙す理由が何、どこにもねえからな。うん、ないと思う。うん。だから、リームなことを今頑張ってやってんだよ、これ。だったらさ、ちゃんまんが私にもし何か言ってもさ、その周りに全部話回っちゃうよ。だから俺はいつもお前とは、うん、昔はな、普通に、こうだで、ああだでっていうの言ってたからな。うん、そうだね。だけど、ここの人たちっていうのは最近来たアンチリスナーだから。なんでちゃんまんのことアンチするの？知らねえよ。何？わからん。いや、まあ、やりたきゃやりゃいいっていう感じだけど、俺はね。そうなんだ。大衆酒場って10年前なんだ。うん。まあまあ、そう、合ってるよ。私、ちゃんまんとこの店行ってたから、普通に。友達と一緒にとか、うん。もっと前からだもんな、俺のこと知ってんの。うん、そうそう、東京の時からだから。うん。あの声優サノンみたいな時から知ってるからさ。うん。で、大阪来て、そのお店行って、できたって言って、そこね、結構行ってた。週1、2ぐらい行ってたんじゃないかな。ああ、まあ、おー、リナーみたいな感じで。うん、しかもなんかビールいっぱいとちょっとどて焼き食べるとかみたいな、そんな感じで帰ってたからね。うん。まっすぐ帰れよー、みたいな。大丈夫、大丈夫、とか言ってタクシーで帰ってたからな、お前な。そう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 。うん、アンチがいないと成り立たないはず。あ、そう、あ、でも、でも、ちゃんまん悪っかっこなったから、もうそういうのないでしょ。ん？昔みたいにさ、こう、切れって、切れ切れって言うのかな。はい、NG です、みたいな、今ないでしょ。あ、ない、ない。
だからこいつはなんで、なんか、うわ、意味がわかんねえから。うん。どうした、切った方がいい、私。だから別に切ってもいいんだけど、うん、ただリナが元気そうだから、あ、全然元気よ。うん、俺は良かったなぁと思うだけ。あ、ありがとう。で、あの、切った後に、うん、あの、後で、あの、俺も細ももうすぐ切るから、うんうんうん、もうだって12時だろ、うん、だからこれ切った後に後で美術通でもしてくれたら、なぜサムの YouTube 見てみ、なんまあ言ったらさ、黒歴史が多すぎてどの YouTube か分かんないんだけど、うん、もうこいつらもうどうでもいいからゴミだから、いやゴミとかそういうのは思ってないけど、何を言いたいか分からんのかな、ほっとけんな、もういちいちうるせえから、うん、こうさ、こう抽象じゃんか、こういうことしてる人ってさ、本当に人間として失格だと思うんだけど。いやまあ、失格かどうかわかんないけど、なんでそんなこと言うのかなっていうのはあるよね。うん、間違いない。別にその、人間として失格だって、だってさ、そんなさんまに言う必要なくない？リアルで知り合ってそれを言うんだったら別としてさ、さんまの方、いや、おめえがだから、リナが別にそんな怒ることはねえんだから、うん、でも私はさんまと言ったいろんなことで仲良くしてるわけじゃんか。そのさんまにこう抽象してるの私見たらすごい嫌な気するよ。いいんだよ、俺がそれでいいんだよこんなのよって言ってんだから。そうなんだ。そうや、だってリナがそんなカカカカすることねえんだから。え、だって嫌じゃん。いや、それよりも俺は今日はリナと喋れて楽しかったよ、ありがとうって。うん。ごめんね。まあ、ああ、うん、ちょっと配信の邪魔になるから、また。うん、またな。連絡して。はいよ。ありがとうな。バイバイ。いつもありがとう。いやいや、こちらこそ、また行きますので。はい。はい、あいよ。はいよ。はいよ。じゃあな。はい。喋り方もうまいな、リナ嬢は。優しい女の子だよ。この子はずーっと、もう12年ぐらい前から俺のことを知ってるけど。この子はまだ高校生ぐらいの頃からかな。うん。16歳ぐらいの頃からだね。うん。うん。多分。16、17ぐらいか。長いんだから。うん。うん。なんかそっからずっとなんかうなちゃんうなちゃんって言ってきて、なんかね、今でもなんか、なんでこんなリスナーはうなちゃんのことをこんなこと言うのみたいに、その怒んなくていいよっつって、うん、だからそういうことよ。そうそう、電話番号俺変わってるから。俺は向こうの番号は知ってただけ。向こうは俺の番号変わってるのは知らないから。俺だよ、俺。
ごめんね。サブラ。お前には10年以上仲良くしてくれる女いないんだ。クソ野郎がよ。おい、クソ野郎がよ。頑張れよ。チンポ童貞てめえなんだよ。クソがよ。チンポ童貞おつ。何言ってんだこいつ。ゴミがや。あのさ、すいません、山田とかレベルが違うから。リナ嬢と。もう比べんのやめてくれる？ねえ。パイパンマンコ見せる女と一緒にすんじゃねえよ。だよ。ふざけんのよ。この野郎。ふざけてるの？あ、でももう12時過ぎちゃったから、俺、配信終われば。うん。みんなお疲れさん。